ははは、はおまけだ。梅雨も明けて蒸し暑い毎日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてさて、せっかくのお楽しみ要素、ブティックにやってきましゃー。 XY では服を買うことで、主人公の外見が変わります。あ、服は着ないと意味がありませんよ。サンムーンでもそうですが、女の子に比べて男の子の服のバリエーションは少なめです。まあまあ、あるだけでも楽しいし、多少はね。肌の色は3種、髪の色は5種。これは男女共通です。髪型は男の子なら最大4種。女の子は6種、前髪が2パターンと。やっぱり女の子の方が豊富ですね。女の子を好き勝手着せ替えできるということもあり、全国の大きなお友達、カッコのんけカッコとじは女主人公を選んだのではないでしょうか。ポケセンのフィッティングルームで、ドキドキお着替えタイム。使用中に誰かが入ってくる、ドキドキな妄想がやめられない、止まらない。あ、撮ってなかったんですが、下画面で服を選びます。今着てるバニプッチ T シャツが、本編で言ってたケールンとお揃いの服ですね。髪型はミアレでアレンジできます。というか、ミアレでしかできません。すっかり忘れていました。サンムーンだと、いろんな街でできますからね。男主人公、可愛いよね。女の子と、衣装共有してもいいと思うんですけど。やっぱり僕はデフォルトが落ち着きます。そんなわけでコボクタウンにやってきたのだ。ここには、カロス地方の預かりシステム管理者がいると聞いたのだが。あ、どうも。トレーナープロモは10秒間のフィルムです。ポケモンと一緒に撮って作れる映像ですな。まさきさん、ほんまどこの地方でも名前聞くな。さすが初代管理人やでー。クロケアも漫画だと活躍してたね。っていうかあの漫画、管理人の出番多いね。フィールド上だと、バッドガイと同じモデルのクロケアですが、ポケモンカードだと、メガネをかけていらっしゃるよ。七島のでっかい機械を思い出しますね。ルビーサファイアはめ込むやつ。ネットワークマシンを完成させないと、ルビサファと通信できなかったんですよねー。思い返せば3世代、全国図鑑を完成させるのが、一番難しかったかも。エメラルド発売前だと、据え置きのコロシアムが必要でしたし。そもそも通信する友達もいなかったしねー。通信ケーブルからワイヤレスアダプターへ。3世代。おい、ゴリラ。ゴリラ。免許持ってんだろ。お久しぶり、カビゴンさん。じゃあ、死のうか。殿堂入りしたら復活するからね。また今度ね。山ってどこだよ。さっきからやってる変な走り方は、ローラースケートのトリックの一つ、パラレルです。他のトリックは今度紹介します。空は飛べませんぞ。公式へたまんない。申し訳ないが、キャプテンエリマーのドーブルは NG。スクワお、ビオラちゃんオフスオフス。レディアンあげようか。尺位バロンとかマーティスとか、激闘カスタムロボの称号を思い出すね。ハドロンジェームスンダークキメラは許す。R は許さない、絶対にだ。ビオラさん、こちらは。どうもどうも、カロス新チャンピオンです。引っ越してきたばかりなんですけどね。公園主人公は城都、アローラ主人公は関東から来たって、設定があるけど、カロス主人公はわかんないんだよね。デフォルトネームも特別な感じ。赤ちゃん、緑ちゃん。気にするな。あ、公園主人公が城都出身っていうのは、ブラックホワイト2で千里パパが、アサギシティから投下して家へ移動した、という情報からです。しばらく単身赴任していたのかな。
寂しさがおでこからも伝わります。うんじゃあ、しゃくい上げるぞ。施設の利用価値は、主にお金稼ぎと経験値稼ぎでしょうか。こちらの使用ポケモンは制限なし。相手は爵位によって手持ち数とレベルが異なります。爵位は6種類。バロン、バイカウント、R、マーキス、デューク、グランデューク、です。女の子だとバロネスとか、名前が違いますね。昇格条件は目に見えないポイント制。施設内のトレーナーを倒すことで稼げます。ジムリーダーは4、5ポイント。その他のモブトレは爵位によって1から3ですね。上から2番目の爵位、デュークは、約300ポイント。最上位のグランデュークは、ジムリーダー、四天王、チャンピオンを除く、施設内すべてのモブトレを倒すことが条件です。場所が場所なので、登場するトレーナーは、メイド、ムッシュ、マダム、お坊ちゃま、お嬢様、羊、振り袖と、金持ちっぽいです。ぼちぼち稼ぎましょうか。爵位を上げないと、さあここからが冒険だ。久しぶりの工人タウンです。化石研究所に遊びに行くぜ。
オスオス研究員さん、ここに来れば、化石を復元していただけるんですか？手持ちにゲノセットがいる状態で、山男に声をかけると、カセットをもらえます。5世代ではパッとしない威力だった、ゲノセット専用技、テクノブレイクですが、6世代から大幅に強化。威力85から120の大技に変身。こっちの隕石は、おなじみでオプシスのフォルムチェンジのためですね。人を乗せるのが好きなサイホーンとラプラス。マゾヒスト疑惑。お礼なんてそんな、人として当然のことをしたまでですよ。プテラナイトをいただきマンモス。化石ポケの中では、現在唯一のメガ進化持ち。かっこいいですよ。強いかどうかは。その、ここは12番道路のメール牧場。本編でも世話になりましたね。かわいい。手乗りコッコで起こしたい。エポナの歌とか吹いたら、ミルク出してくれるかな？あ、下画面では、シャラシティ巡りをしています。幼女からメロメロの技マシンをもらいました。ポケモンの性別に、こだわりのある人ほど、手持ちの性別は偏ってるイメージですが、ほとんどのポケモンが覚えられる、驚異の技です。僕は怪力地。ベッドに寝転べねえ。お邪魔しましたー。ではではメイクルに乗って、物拾いに行きましょう。メイクルライド中は、段差を越えられます。かわいい。サンムーンでケンタロスに乗れるようになりましたが、この調子でブンブンいろんなポケモンに乗りたいですね。でも自転車もないと、寂しいぜ。先ほどもらったメロメロジュースで思い出しました。赤い糸ですよ赤い糸。対戦では滅多に持たせないであろうアイテムでしたが、今作から赤い糸を持たせたポケモンで卵を作ると、親2匹の個体値の遺伝が5箇所になる効果が追加。おかげさまで育成がクッソ激烈楽になりました。当時は感動したものです。孵化作業が楽しくて楽しくて、もうずっとプリズムタワー周辺を。赤い糸は商用シティにあるホテルのメイドからもらえます。リメイクルビサファとサンムーンでは、タダでくれるキャラがいないので、面倒でしたね。そんなこんなでアズール1に来ました。ノンケ兄貴たち、とくとご覧あれ、今作のビキニの。やーん。いい、余計な手間を。そういやビキニのお姉さんの登場って、2世代からなんですよね。初代では登場しない代わりに、大人のお姉さんが水上にも登場します。リメイクでは、水上の大人のお姉さんは、すべてビキニのお姉さんに置き換えられました。いえいえ、ラプラスに乗って記念写真。スナップでは撮影に苦労したもんだぜ。あ、たびたび出る、チップについての説明がまだでしたね。ミアレ観光の時でいっか。さてさて、実はカロス地方、本編シリーズ初の、水道が一切存在しない地方です。だからといって、波乗りがいらないことも、海や川がないわけでもありませんが。このように大きな水上マップは、ここ、アズール1だけですね。スカイトレーナーもいることですし、追加要素のスカイバトルとしゃれ込みましょう。スカイトレーナーは、主人公が話しかけられない場所に立っており、特定の地点を通るとバトルするか尋ねられ、承諾した時のみバトルになります。スカイバトルはそのまんま東、空中で戦うバトル形式のことです。主に戦闘中のグラフィックで、プカプカ浮いてるポケモンが参加できます。特性が浮遊でも、飛行タイプのポケモンでも、グラフィックで地に足がついてたら参加できません。例を挙げるとゲンガーですね。この頃の特性はまだ浮遊ですが、参加できません。あ、進化前の2匹は参加できます。飛
光タイプでは、着地が美しいルチャブル。あの子も参加できませんね。他には、メガギャラドスとメガリザードン X。2体はメガ進化して、飛行タイプがなくなり、特性も浮遊ではないのですが、グラフィックが空を飛んでいるので参加できます。ヨノワールやマスキッパがスカイバトルするその姿は、まさに変態。で、スカイバトルですが、残念ながら XY のみの要素です。オメガルビーとアルファサファイアの大空バトルは、参加ポケモンに制限がないので、スカイバトルではないようです。下画面でも探索していますが、なかなか重要なアイテムもちらほら。電流ナイトもここで入手できます。しかし、アズール1はこれだけでなく、純電ポケの捕獲に関わってきます。現在地、ワダツミのアナルでは、殿堂入り後、山頂の一匹に会えるのです。手順を踏むと時間がかかる上、お目当ての鳥をゲットするには、最初の御三家を考えて選ばなければいけません。なんか可愛い電波に喧嘩売られたでござる。最初に選んだポケモンがハリマロンならフリーザー、ポッコならサンダー、ケロマツならファイヤーが、クリア後、カロス地方を飛び回るようになります。図鑑を使って追いかけようにも、一度目は自然遭遇を待つしかありません。加えて、出会ってもこちらは何もできず、サファイザーは逃げます。影踏みも無効、黒い眼差しも無効、そもそも戦うコマンドすらなし。そして、追跡して遭遇することを11回繰り返すと、ようやくワダツミのアナルに行き着きます。そこからは逃げませんし、倒しても殿堂入りすれば復活します。まあ、もう一度あの手順を踏む必要がありますが。話し込んでるうちに移動しちゃった。荒れ果てホテルは15、16番道路の地下にあるダンジョンです。シナリオ上は訪れる必要はないですが、毎週火曜日に、動くゴミ箱から、ロトムが出現することがあります。ゴミ箱から、ロトムくん、仮にも初登場作品で、あんな雰囲気のあるイベント出現したのに。犯人は安。行け、救助隊コンビ。映画の子たちです。真面目な顔して笑わせてよ。ゴミ箱が疑似案してる時は、道具かポケモンが出てきます。出してあげよう。出さんとぶっ殺すぞ。ダークボールでしたか。ランダムででかい金の玉や、ただの金の玉も入っているので、積極的に調べよう。万光年早いでいただきました。ははは、思わず2回聞いたでござる。あたいこう見えて正直だし、言っちゃうけど、あんたいけてない。もっと自分磨きなよ。ゲームの中でも罵声を浴びるのはたまらんのう。ボスは、ローラースケートのテクがすごい人らしいです。言われてみれば、缶コーヒーに書いてありそうな顔ですね。パイプを加えて差し上げろ。ローラースケートと一輪車は練習してもできる気がしませんわ。ここのイベントは、ミアレシティにいる3人のローラースケートに話しかけて、トリックを習得することで進められます。体を左右にクイクイ動かすパラレルは、最初からできます。操作はサンディースティック。スライドパッドを少し斜めに倒します。ダッシュは、未入力状態から大きく倒すと発動。スタートダッシュみたいなもんです。チュンという音が出たら、トリックが成功した証です。途切れずトリックを出し続けると、コンボが決まり、デュエン、となります。今のはバックフリップ。ダッシュ中に段差を降りると発動。バック転シュート、ベイブレ、くるくる回ったのはスピン。パッドを回せば回転切り。移動方向とは逆方向に大きく入力するとターンダッシュ発動。スピン中に段差を飛ぶと。昇竜拳！昇竜拳！最後は決め技。ボスから教わったコスモフリップ。ターンダッシュ中に。飛ぶ！最後は16番道路に遊びに行くぜー。
本編じゃ立ち寄る必要のない道路だよ。15番道路もそうだけど、秋っぽい雰囲気が素敵だね。なんかレンジャーのお兄さんに話しかけられちゃったよ。5号弾のケツでも追っかけて、どうぞ。恐怖の不思議姉妹、アンバランスなキスを交わして。ふむ、3D だと怪力のエフェクトがシュールですね。見えてきました。カロスの釣りの名所。ハウスではすごい釣り竿がもらえるぞ。釣りハウスの釣り人に連続釣り勝負を仕掛けてくる人がいます。ポケモンを8回以上連続で釣り上げると勝利。景品は自分の目で確かめよう。連続釣りでは失敗せずに8回以上釣り上げる必要があり、タイミングを逃したり、釣れないなぁ、のメッセージが出てしまったらやり直し。岩や壁に囲まれた狭い場所は、ポケモンが釣れる確率が高いらしいです。隅っこや狭い場所でチャレンジすると、連鎖しやすいかも？あ、連鎖を続けると、色違いが出やすいよ。おかげさまで鱗狩り中にラブカスの色違いが出ました。そしてそのままミラクル交換2号、キャッチ&トレア。おなじみコイキング6匹の釣り人は、アズール湾手前の12番道路にいるよ。で、16番道路はミアレに繋がっているわけです。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。前回、ゆっくり聞けなかった、テンポケ BGM を聞きに来たよ。倒しちゃったのでカット。ポケモンの村にある、七種の洞窟。殿堂入り後に来ると、ミュウツーがいます。私はなぜここにいるのか。
ーボールはミュウツーが一番似合うね。次回、最終回です。ここまでのご視聴。本当に、本当にありがとうございました。むにゃむにゃ。やったー。4時間半切ったぞ。寝言言ってんじゃねえよ。どうも、視聴者さん、ゆっくりです。今回は、殿堂入り後のカロスを旅していくぜっと。それにしても、いい部屋ですね。本棚が見当たらないのか、ちょっと残念。とアプリといい最新作といい、次世代機と旧世代機で出してくれるのは、ありがたいですね。ままん、おっか。あれテレビで流れたの？僕がチャンピオンになってすぐ無様に負けたのも？うはわらわらわら、死にてぇわら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 。くっそ盛大に盛り上げてくれたプラターヌ博士が、ミアレステーションで待っているとのこと。時間も日付も指定されてないし、ゆっくりでいいさ。ディフェンスに定評のあるややこまくん。タクシーなんてめったに使わないなぁ。落ち着かないよね。朝だと思ってたら夜だったでござるの巻。こんばんは、サナエさん。お願いがあるんだけど、いい？って、ポケモンの交換、友情の印に？サナの卵から生まれたケロマツと、こちらのポケモンは何でもいいそうです。ちょっと一番道路でスカウトしてくるね。お待たせ。何でもいいと言われたけれど、初プレイの時はピカチュウをあげました。白檀の森で欲しがってたからね。あざといポケモンが好きみたいだしね。サナが触れるポケモンは、プレイヤーが選んだ御三家に対応しています。性格、個体値固定ですが、伸びやすい能力と、個体値の部位箇所が一致しており、優秀です。ケツマロの場合、容器、素早さ部位で、素早さ以外の個体値が20です。親としても優秀ですね。自分のパートナーにはニックネームをつけず、主人公に送る子は名付けるサナ。ところ変わって日よくしていい。ここでは、懐かしい音楽を聴けると聞いたのだが。女三人、一つ屋根の下。あ、お邪魔しましたー。へえ、そんじゃ僕らは、ゆりかご5つ持って自転車こいでるのか。子沢山のパパ気分ですな。なお、育てられるのは一握りの模様。お邪魔しましたー。お邪魔しまーす。音声と字幕が合ってない。はっきりわかんだね。ここ。7世代で亡くなりましたトリプルローテ。そのうち復活するでしょう。多分ね。いいと思う。外したら白状と思われる。トレーナーなら正解するのか。ポケモンの鳴き声って、世代によって特徴があって、面白いよね。かしたってー。
ブラックホワイトが発売されたのが、7年前とか、嘘だろお前。めっちゃ良かったぞ。チップをくれてやろう。お邪魔しましたー。クリア後の肥沃シティには、ゲールノ君がいます。日替わりランダムで、特定の技を見たがっているので、その技を覚えたポケモンを見せてあげましょう。お礼にハートの鱗をもらいます。ほにゃららの舞、なんちゃらダンスなど、踊りに関する技を要求してきます。炎の舞や、三日月の舞など、専用技を指定されると面倒ですね。同じく殿堂入り後に石体タウンに訪れると、トロバくんがいます。大切なものをなくしちゃったら悲しいよね。だから、氷漬けにして保存しよう。そういやデクさんが、パートナーのポケモンをなくしていますね。悲しい思いをしつつ、ちゃんとチャンピオンとして戦ったのに。あんまり見せ場がなかったのかなぁ。フレア団地や土地は、こんな感じです。フラダリさんどうしてるかなぁ。百国の民家には、奥さんに先立たれ、一人ぼっちになってしまったおじいさんがいます。5歳以下のポケモンを貸してあげて、一人ぼっちじゃないと元気づけます。殿堂入り前に貸して、その後話しかけると、おじいさんは、おかげで元気になった、と言ってポケモンを返してくれます。しかし、貸したまま殿堂入りすると、これもう涙止まんねえな。換金アイテムの水星のかけら。売れるわけないだろ、いい加減にしろ。あと番組空気読め。ジムフリークは、春菜という人物が、ジムリーダーをストーキング実況する番組です。リーダーたちの意外な一面や、春菜さんのハイテンションが面白いので、暇だったら調べてみてね。というわけで交代、英雪シティ観光のお時間です。肥沃シティと同じく、過去作の BGM アレンジが聞けるよ。そんな簡単な話だったのかな。難しいですね。雪を踏む、ザクザクって音、いいよね。前にも言ったなこれ。僕の住んでいる場所は、雪があんまり降らないので、雪国に来るとテンション上がります。たとえゲームでもねー。でも、北海道や東北の人は、雪にうんざりしてるんですかね。交代です。スクワー。お。
おお、先輩、何やってんすか。ここで最後の図鑑強化。全国図鑑にパワーアップ。と、同時に二人の出番終了。バトルもできねえ、公式へもねえ。全国114万人のデクジナファン舐めてんのか。すっごく速くて、すっごく揺れる。この街で優しさに甘えていたくはない。新しいマップに来ると、隅々まで調べたい男。スパイダーマン。博士に話しかけると、避難シティに行けるチケットをくれます。右枠ですでに観光してますね。今作のバトル施設である、バトルハウスや、一人ぼっちに優しくないフレンドサファリ、みんな大好きジャッジさんがいる街です。わがままだけど、ジャッジさんをクリア前に配置してほしいですね。育て屋さんの横に立ってるとか、都合良すぎー。7世代では、パソコンで確認できるようになりましたし、これ以上は贅沢ですね。お待たせ、博士。サンキュー博士。フランスの高速鉄道、TGV がモデルでしょうか。それでは避難シティに行くぞ。おえっぷ、早けりゃいいってもんじゃない。お弁当ってどういうことなの。シュプはカロスの新ポケですね。 Y バージョン限定出現です。シュプやクズモーなどの Y バージョン出現ポケモンが好きだったので Y で走りたかったんですよね。嘘です、なんとなくです。ただ Y だとデルビルが出ないんですよね。代わりに落雷が出ます。もしかしてあなた、ホヨさん。違います。見知らぬ人からレコーダーをもらう、主人公の鏡。バトルレコーダーは4世代からのアイテムですね。解説は紳士に任せます。避難シティ観光は、さっきから右枠でしてるので、フレンドサファリでも紹介しましょうか。過去作とは大きく異なり、入場料が無料で、シングルバトル形式です。ボールも自前ですね。そして、出現ポケモンの個体値が2度以上確定です。最大の違いは 3DS のフレンドの登録数によって出るポケモンの種類が増えるということ。正確にはフレンド1人につき1つのタイプの区域が解放され、1区域につき基本2種類のポケモンが出現するという形ですね。相手が殿堂入りしている状態で XY を起動し、双方がオンライン状態でサファリに入ると3匹目が解放されます。夢特性を持った個体も出現しますね。何にせよ、サファリという名前だけで、今までの施設とは別物ですね。スマート下っ端くんオフスオフス。500万もったいないとか、そんな考えにならないあたり、彼は大物ですね。さっきのバッドガールの姉ちゃんに、キュレムを見せると、遺伝子の鎖をもらえます。5世代のバグで有名なフリーフォール。相手を空に連れ去る飛行技です。6世代以降では、200キロ以上のポケモンに効果なし。
ジグダや砂場系統も、地面と体がくっついているので効きません。調べてみると、仕様が複雑ですね。この指とまれも無視できるらしいです。外見がホープトレーナーのくせに、言ってることはまるで。バトルハウスに挑戦すると、ここにライバルが現れます。この絵描きの姉ちゃんの要望に応えると、特別な帽子をくれます。なぜ遠回りをしたのか、これがわからない。あかん、これじゃ幼女が廃人になるではではバトルハウスの解説をします。過去作で言うところの、バトルタワーや、バトルサブウェイですね。ただ、ハウスは7連勝せずとも、1戦ごとに中断、手持ちの入れ替えが可能です。バトルポイントも1戦ごとにもらえます。フロンティアのように、特殊なルールはなく、シングル、ダブル、トリプル、ローテーション、マルチバトル、以上5種類のバトル形式を選べます。ノーマルランクとスーパーランクがあり、ノーマル20連勝でスーパーランクに進めます。彼の言う通り、リーダー兼オーナーの4姉妹がいます。どうして女なんだ？4姉妹ことバトルシャトレーヌは、フロンティアブレインみたいなもんですね。ノーマル20戦目で手加減モード、スーパーランク50戦目で本気モード全開です。じゃあ適当に紹介しましょうか。まずはローテーションの女王、ルミタン。いや、ルミタンじゃなくて、ルミタンさんですよ。バトルハウス公式キャンペーンソングを歌いながら登場するなど、経営者としても抜かりない長女ですね。末っ子によると、怒らせるとヤバいらしいです。次女、トリプル担当のラジュルネ。いかにも高飛車お嬢様ですが、その本性は、誰よりも男気あふれる熱血女子、ひたすら強さと強い相手を求めるトレーナーの鏡です。僕は彼女が好きですね。さっぱりしてて。四姉妹は方言の出身で、素が出ると九州方言で話します。お嬢様口調の演技は、長女からやるように言い渡されているらしいです。三女、ダブル担当ルスワール嬢。自信なさげな表情通り、引っ込み思案です。おや、こんなところに上位さんか。失礼しました。どうぞ、ごゆっくり。うわーん、ほっといてほしいなら、制服なんか着てくるなよー。まったく、子供なら夢が壊されて、泣いてるところだぜ。お隣さんオフスオフス、涼しそうな格好だねー。なんか子供っぽくて可愛いな。あ、四女の紹介がまだでしたね。シングル担当のラニョイちゃん。末っ子らしく最も子供っぽい性格ですね。ペロペロリーンとか言うよ。はい、には、ペロッパフもペロリームも使ってこ。シングル担当ということもあり、彼女と戦った人は多いんじゃないでしょうか。ルミタンとラジュルネは、担当がローテ、トリプルなので、個人的に会いにくいですね。トリプルは6対6のフルバトルで、時間もかかります。まあ、僕が苦手なだけで、得意な人はこっちの方が連勝しやすいのかな？美しい。お隣さんが見せたかったのは、アブソルのメガ進化だったみたいです。はい。この波動弾は、メガアブソルを見せてくれた、お隣さんへのお礼だよ。ライバルに勝利すると、アブソルナイトをもらえます。ていうかお隣さん、いつの間にかあだ名で呼んでくれてるね。僕もセレナと呼びましょう。アニメのセレナは愛らしいけど、ライバルの彼女は凛々しいですね。くっそどうでもいいんですが、カタカナのあなたよりに、なぜか興奮しまうんだって、また博士のお呼び出しですか？そんな感じで百国していい。主人公の息が白いのが、なんか好き。
町の象徴でもある日時計は、20時から1時間だけ、光り出します。操作せずに置いていると、主人公が体を伸ばしたり、靴を直す仕草が見れます。あと、太陽が出ている時間帯には、影の向きと長さが、太陽の位置に合わせて変化します。細かくていいですねー。好きですねー。ここの仕掛けほんと綺麗ですね。カロス地方は美しい。破壊するなんてとんでもないね。そんな美しいカロス地方が誇る最大のダンジョン。前編はちょっぴりミアレを探検して終わりにしたいと思います。ああ、サントアンヌの BGM たまんねー。これはポケモンボックスのアレンジなので、海の科学博物館、と言った方が正しいでしょうか。アニメのサントアンヌ号の回はすごかったですね。バタフリーとラッタの交換や、コイキング売りのオフさんの登場など、船の転覆とか、今じゃ考えられないですね。この後デカチュウ、青プルコの休日と続き、ドッグクラゲを説得する天使会までの流れで、2回も男尻を出した。思い出に浸っていると、そこにはカルメさんが、彼女もサナ同様、クリア後にポケモンを交換してくれます。さあ、ないとないと思った、優秀なラルトスですね。一番道路でスカウトしたジグザグマをプレゼント。普段はチュリネとかヒンバスあげてます。パールルも似合いそうですね。右枠でポケモントレーサー入手。5世代ではなかったので、久々の復活ですね。従来通り、連鎖を続けると色違いが出やすくなり、さらに XY では、20連鎖以上で 1V、40連鎖で 2V、60連鎖以上で 3V が確定出現します。4世代とはやり方が違うので、これから遊ぶ人は注意しよう。ローラースケートに切り替えるとアウトなので、スライドパッドに触れないように。少しでも倒した瞬間、連鎖が終了します。僕はもうお腹いっぱいです。4世代だろうが6世代だろうが、苦手です。へぇ、タクシー。ジョックラー来てなんとまで連れてってー。ミアレは広いですが、タクシーを使えば楽ちんちんです。お客さんスタイリッシュだからね。おまけしとくよ。おや、負けてくれるんです。ちょっと、お客さんさ、お金足りないじゃないの。どうしてくれんのこれ。体で払いますー。トレーナー同士、言葉はいりませんね。こんな感じで、お金が足りないとバトルになります。勝ったらただ乗り、しかも賞金付きなので、これも利用するしかねえな。しかし、うんちゃんが勝ったところで、金もない相手をどうするつもりだったんですかね。おまわりさんにでも連れて行かれちゃうのかな。こんなくだらないことで、ママンを泣かせるわけにはいきません。穏便に、話し合いで済ませましょう。
チャンピオンに逆らったら、こうなるんやで。うんちゃんは賞金を用意してくれました。おお、助かる助かる。とても後味が悪いので、忘れましょう。許してくれや、うんちゃん。飽きてなんとは、クリア後、手順を踏むとイベントが発生します。避難でライバルと戦い、百国で博士と話すことが条件です。言い忘れておりました。おまけ動画は時系列がめちゃくちゃなので、手持ちのレベルや、イベントの進行が前後しています。ここで発生する一大イベントは、後編で紹介するので、お楽しみに。今回のおまけでは、ジムリーダーとの再戦はしていません。シャトレーヌとも戦っていませんが、いずれバトル施設を全制覇した動画をまとめるので、またその時に。一緒に行って、どうぞ。ミアレの雑居ビルの一つ。案内係らしき人も、ここが何なのか知らないみたいです。今回、シャトレーヌとのバトルを収録できなかったのは、めんどくさいとかじゃなくて、その、ほら、オメガルビーやアルファサファイアにもハウスがありますし、決して勝てなかったとか、そんなんじゃないからね。ほんとだからね。僕にかかれば4姉妹なんてけん。は？え？夢でも見てたのかなぁ。誰もいませんね。忘れよう。3階は格闘道場らしいです。本編でもピエルノ君が話していましたね。何それは。諦めて山吹ジムの横にいろよ。達人の帯ゲート。三種の神器ほどじゃなくても、使いやすくて好きです。なんかの浮きのアイテムばっかもらいますね。もったいなくて使えない。いつも旅の終盤で売り飛ばしています。お金こそ、余りがちなんですけどね。今作では4次回、ミアレギャング登場。ここまでのご視聴、ありがとうございました。布団は、羽毛なおまけ中編、始まるよ。今回はクリア後の一大イベント、ハンサムミッションをこなしていくよ。私だ。誰だよ。このイベントは百国シティで博士と話した後、ミアレシティで移動すると発生します。ミアレに空を飛んで移動しても、少し動かないと着信しません。というわけで、飽きてなんと改め、ハンサムハウスに到着。なんでこの下。あ、右上ではミアレ観光の映像をお送りしています。自分の名前を地名に。病院かな？なんてこった。とっさんというあだ名を考えていたのに、小五郎のおっちゃんに改名しなくちゃ。はい、助手、僕が？冗談をしてくれ。都合のよろしいお耳ですこと。硫黄のかけらでも詰まってんじゃないの。選択肢ではとりあえずひねくれる男。
その後、ヒポポタマスと呼ばれ続けることが決まる。誠に不本意ながら、トッツァンの助手になりました。これからは時計型麻酔銃と、蝶ネクタイ型編成機を装備したいと思います。早速街に紙切れをばらまいて汚した、目の前のトッツァンにお仕置きだべ。冗談はさておき、まずは探偵のトレーニングから。ミアレに巻かれたハンサムチケットを、5枚集めてきます。詳細は右上の画面で。青紫色のポケモン。一体何プルなんだ。花神を探しに外に出ると、ホロキャスターに着信が入ります。こんなに近くでいるのに、文明の力に頼るんじゃねえってばよ。大切なものでホロキャスターを調べると、今まで届いた映像を見直せるので、ケツを吹く神のありかを忘れたら、確認すると良いでしょう。お待たせ。木の実ジュースしかなかったけど、いいかな？やったー、探偵になったよー。ご本。というわけで改めて頼む、私のバディになってくれ。だが断る。ノーだ。ホヨ君、そんな返事は聞こえないんだ。会話にならねえ。ハンサムハウスの一員で、ハンサムのバディ。ああ、ママン。どうやら孫の顔を見せることはできないようです。I'm sorry, ヒゲソーリー。ハンサムイベントは、全6話、ミアレで起こる6つの事件を解決します。トッツァンが言ったように、依頼が来るまでは用なし。平和な世界に探偵なんていらないのさ。シークレットファイル、カッコ、秘密とは言ってない、カッコ閉じ。依頼を受けて話を進めるには、ミアレしていないで、エリアチェンジします。一番早い方法が、こうしてノースサイドストリートに出ることですね。ホログラム映像を送れるのが売りなのに、あんまり人物が映らないよね。ただいまー。ほうほう、依頼が来たとな。ハンサムメモ。トッツァンは身の回りのものに、自分の名前をつけることを。強いられているんだ。トイレはハンサム便所なのかな？依頼主はミアレシティ在住の奥様。内容は息子が路地裏で遊んでて心配、と。あれだよ、路地裏同盟に加入したんだよ。多分ね。ざますざますやかましい。やっぱり路地裏同盟じゃないか。おい、トッツァン。これからどうしますか？ホムホム、路地裏に調査しに行くと。そうだな。ミアレシティには多数の路地裏があり、トレーナーがいてバトルになることも。トッツァンのシックスセンスによると、路地裏同盟はサウスサイドにいるらしいです。チラシに書いてある場所を覚えて、任務開始じゃー。子供がいる路地裏は固定、メイクルの近くです。あらあら、まあまあ、小さなお友達がこんなにたくさん。何やってんだお前。俺も仲間に入れてくれよ。路地裏四天王一人目、スタンちゃんとのバトルです。時間がかかるので他三人とのバトルは右画面で。53レベルのウリムーとかこの幼女やべえよやべえよ。将来は長寿タウンのジムリーダーかな。演じといってもクリア後のイベントなので、相手トレーナーのレベルは高めですね。
やあやあ嘘八くん、今日も可愛いねー。後でたっぷり水をあげよう。この頑丈。あ。捨て身でタックルさせてとどめを刺すなんて、幼女は恐ろしや恐ろしや。しかしこの場面、知らない人が見たら、ただのいじめですね。チャンピオンが子供からお金巻き上げてるんだもの。かわいい。威嚇するなんて穏やかじゃないですね。お。天使、彼女は間違いなくミアレのエンジェル。チャンピオンになって即敗北、道に迷って 3D 酔い、発売当初はセーブしてバグ、タワー周辺を回り続けて深作用。悲しい思い出にさよならバイバイ、美少女に乾杯、いらっしゃいませー。おう、失礼。のんけの魂が乗り移っていたようです。彼女の名前はマチエール。一連のハンサムイベントの、もう一人の主役です。じゃあお兄さんと遊ぼうか。PS、ロリータ、ノータッチ。日差しが強いとこで遊ぶと熱中症になるし、ま、多少はね。どうやら彼女は家なき子みたいです。ママンに相談して養子にしてもらえますか。家族が増えるよ。やったね、タイちゃん。あ、とっさん、ずるいぞ。僕が面倒見るって先に言ったんだぞ。え、事務所構えてるのにホテル暮らしなんすか。おっかね持ち。コクトラ正しい台も踏み倒してるのに。あ、逃げた。ププ、嫌われていらっしゃるよ。慰めて差し上げろ。ところでさっきから言ってる、モコウ、って、あの猫のお名前ですか。彼女が名付けたと話していましたね。ネーミングセンスもいいよ、こいよ、てん。女子と書いて使いっ走りと読む。こんな広い街でどうやって探せってんだよ。アニメみたいに鳥ポケに頼めないんだぞ。探すコツは、子供たちが教えてくれるみたいですね。この坊ちゃんが、依頼者の息子ですね。海パン野郎になりたいってなんだよ。ママンも反対するよ。というか、大人になってから海パンを装備すれば、立派な海パン野郎だよ。子供たちの話を聞いてなくても、とっさんが親切に情報を教えてくれます。それではノースサイドの路地裏へ。行くぞ。ニャスパーこと、モコウは、知らない人に触れられるのが苦手です。そらそうじゃ。モコウに限らず、ほとんどの人は嫌だよ。なので、踊ります。みんな踊れー。気に入ってくれたみたいです。回れ回れモコウランド、もう決して止まらないように。一応、先ほどの選択肢の解説を。モコウのご機嫌度を数値に表すと、初期値は0で、撫でる、つつくなどの、接触する行動でマイナス2ポイント。微笑むとプラス1、歌うとプラス2。そして、踊るとプラス6ポイントです。6ポイント以上になると、モコウが懐いて、イベントが進行します。微笑みや、歌も有効ですが、一旦移動するため、時間がかかります。選択肢によって、ルート変更、特殊イベント発生、なんてことはないので、一発目から踊るといいでしょう。おお、こちらこそよろしくマチエール。俺、アサメタウンの保よ。夢は無敗で RTA を完走すること。次こそは必ず。
ハードボイルドは元来、ゆで卵などが固く茹でられた状態を指す。転じて感傷や恐怖などの感情に流されない、冷酷非情、精神的、肉体的に強靭、妥協しないなどの人間の性格を表す。以上、ウィキペディアより。次の話が始まる前に、ハンサムハウスによると、ファイルの内容が変わっていたり、トッツァンやマチエールの話を聞けます。右画面で流すので、興味があればどうぞ。マチエールはタフだから平気でしょう。勉強にも興味津々ですよっし。中途半端ですが今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございますだ。お願いです。助けてください。大切なポケモンちゃんが盗まれてしまったんです。私の言葉がわかるんですね。ああよかった。助かります。私はこの国の言葉はヒアリングしかできなくて、実は駅で私の大切なポケモンちゃんたちが盗まれて、それでここが探偵事務所だって聞いたから伺ったんですよ。どうかお願いします。今すぐ私のポケモンちゃんを取り返していただけませんか。すいません。でも急いでるんですよ。大事なポケモンちゃんを取り返さないと、祖国に帰ることもできません。飛行機の時間だって迫ってきているんですよ。ちょっとなんなのよ、あの人。全然わかってないじゃない。私はのんきにお茶なんてしている場合ではないんです。早くポケモンちゃんを助けて。この観光客は言語設定を英語にしていると、日本語で喋ります。その時のセリフを字幕に表示しておくね。ま、ちょっとなんなのこの子、おばさんなんて失礼ね。身なりが汚い人間は言葉まで汚れているわね。さっき出て言ったハンサムとかいうバカな男の子供かしら。ちょっとおばさん、なんてこと言うの。私のことはどうでもいい。けど、ハンサムおじさんのこと悪く言うのは許さない。それにさ、私がおじさんの子供のわけないよ。おじさんに失礼だよ。あなた私の言葉がわかるの？うん。まあね。大体でなんとなくだけど、この街ってお外にいると、いろんな国の言葉でお話ししてるのが聞こえるから、いつの間にか覚えちゃったの。ああ、よかったわ。言葉が通じる人がいて、さっきの失礼な発言はどうか許してください。気持ちに余裕がなかったんです。命よりも大事なポケモンちゃんを盗まれて混乱してしまって、ふーん。で、どこで盗まれたの？この街の駅で、柄の悪い連中が歩み寄ったら次の瞬間にバッグと中に入れたボールが盗まれました。駅、柄の悪い連中。もしかして、あの子たちかな？マチエールがハイスペックすぎてもう？外国語を話せるのはもちろん、話がチンプンカンプンなプレイヤーにも、意味が通じるように、モコウに頼んでくれたしね。しかし、モコウもすごいっすね。翻訳こんにゃくかな？話をまとめると、ポケモン取られちゃった、助けてお願いプリーズってことね。うん、マチエールさん、ギャングと知り合いなんですか？ちょっぴりクールなマチエールさんも素敵っす、マジ尊敬するっす。そんな。子供たちとも仲良く遊んで、ポケモンとも仲良しな彼女が、珍しくて気向きだし。と言っても、マチエールは自分のことじゃなくて、トッツァンのことで怒ってるんだよね。ずっと一緒にいたポケモンが、亡くなった。だと。あの、鳴き声がキュートなグレッグルが。ごめんとりあえず言え。あん、グレッグルは好きだし可愛いけど、顔はどう見ても似てねえだろ。お願いします。私のポケモンちゃんを取り返してきてください。とっさん心配だしね。ずっと思ってたんですが、これ、ファイルじゃなくて日記ですよね。この街で駅って言ったら一つしかないから、ミアレステーションに行きますよ、行く行く。バットガールすっげえ髪型だな。本編だと早送りしてゆっくり流せなかったけど、トレーナーと目が合った時の BGM、特徴的でとてもいいよね。視線 BGM だけをまとめた動画があったから、おすすめします。エリトレが毎回かっこいいんですよね。サンムーンだと、どのトレーナーも同じになってて、ちょっと残念だったり。
ギャングでも関係なく、マチエールは好かれてるんだね。でも、人のポケモンを取ったら泥棒、3人ともお仕置きですね。お尻出して。おう、とっさん。ここは僕に任せてよ。街灯が金色に光ってて、なんだか金玉最後はお兄さん。やっと男にありつけるよ、ふふふ。メス2匹の相手は右画面でも見てね。うげ、クリムガン、サメ肌、頭が。今さら言い訳すると、四天王戦のクリムガン。特性がサメ肌なのも、ルカリオが倒れるのも分かっていました。ただ、経験値は無駄トレで稼いでいたので、ダリルと計算しており、回復の時間を省くために、そのまま攻撃したのです。が、チルタリスがいるのを、忘れてたんだよー。なんと、マチエールはギャングと仲良しなだけでなく、チームヘッドだったみたいです。あ、こいつが勝手に言ってるだけか。そうだよね、こんなか弱い女の子が喧嘩強いわけないよね。ボールも返してくれるし、めでたしめでたし、ですね。次にやるときはスナッチマシンでも使うといいよ。いい話だなぁ。ただいまハスッパ、言動などが軽薄な様、特に態度や言動に品がない女性のことを指す。ちょっとハンサムさん言い過ぎとちゃう？え、マチエールはポケモンを持っていないはず。喧嘩したということはバトルではなく人間同士のリアルファイト。やべえよやべえよ、可愛いなりして最強だよ。人間たるもの、労働に汗してなんぼ。働かざるして食うべからず。僕が稼いでくるから、タクシーから、リーブから、シャトーから巻き上げるから。誰にでもできる、簡単なお仕事。あ、時間はね、30分で、5万。
どうしたんでしょうか。外出が増えたくらいで心配すんなよ。ベルパパかよ。バイト見つけるのも、働き始めるのも早すぎ。ほんとメガ進化のような成長ですね。ふむふむ。まあ、今まで外で暮らしてたし、そんなに気にし、ちょっと待って、家に帰らず夜もバイトしてたってこと？うわ。美術館の絵に落書きとは、穏やかじゃないですね。あらら、とっさんには戦略があるみたいです。男かな？ミアレ美術館には、ポケモンカードのイラストや、いろんなものが飾られています。モデルはルーブル美術館でしょうか。実際のルーブル館内でも、3DS を使用した音声案内が利用されているらしいです。行ってみたいですねー。3階の壁画ね。あ、入場は無料ですが、本来は200円で音声ガイドをつけることができます。スタイリッシュ度が90以上だと、タダでつけてくれるようですね。館内の芸術品は、右画面でどうぞ。お前を芸術品に仕立てや。仕立て上げてやんだよ。お前を芸術し、品にしたんだよ。お前を芸術品にしてやるよ。スタイリッシュ度の解説がまだでしたね。ミアレシティで買い物したり、特定の施設を利用すると、スタイリッシュ度という、隠しステータスが上昇します。ポイントが溜まっていくと、店や街の人々に変化が現れ、買い物やタクシー代を値引きしてくれます。他にも、サロンで選択できる髪型が増えたり、トレーナープロモのイベントが追加、ぼったくりレストラン、ローリングドリーマーに入れるようになったりします。ポイントは利用金額ではなく、利用回数に応じてもらえるので、まとめ買いをしても意味がありません。手っ取り早く貯める方法は、玉屋でプレミアボールを1個買い、終了、また1個買う、これの繰り返しですかね。ミアレガレットが売っているなら、そちらの方が安くておすすめですね。50ポイント貯まると、ガレットが80円になるので、目安を立てることもできます。最高は255ポイントだったかな。ハンサムイベント中も、1話終了ごとに5ポイント、最終話のみ20ポイント稼げます。また君か、怖いなぁ。おやまぁ、本当にスナッチ団がやってきたのかな。路地裏でポケモンバトルしてから、相手のボールを盗む、と。またかよ。とっさん、用事は済んだのかな？ 1 時間も経ってないけど、随分早いんですね。そんじゃ帰りますか。ただいまー。うんうん。せやな。ほほう。私にいい考えがある。ってことですかね。おとり作戦ね。おとり役はもちろんとっさんですよね。え、ポケモンを持ってない？ご安心を。僕のポケットモンスターを貸しますよ。ピンク色に染まった、キュートに可愛く美しいスリーパーを。ああ、グレッグルがいいなら、神王から取り寄せます。グレッグルだと、味方側のポケモンっぽいけど、ドクロップだと、仇役っぽいよね。
ふと思っただけなんだ。すまない。アニメでも、たけしの手持ちだったしね。ドクロップは、サターンのイメージです。気が進まない作戦ですが、頑張りましょう。うお。この人しかいませんね。話しかけますか。怪しい大人なんて、いやらしい。名前がハテナだと、金銀ライバルみたいですね。強いポケモンが欲しいの？強い、ポケット、モンスターが？スーパーマサラジンもびっくりな跳躍力。変装ならハンサムさんもお得意でしょうに。下っ端とか岩とかブラックホワイトのままとか。ハンサムさんがポケモンを元気にしてくれました。ポケモンを元気にしてくれました。カフェ、カンコドール近くの路地裏にやってきましゃー。熟女の次は幼女か。女にばっかり変身するってことは、犯人もメスかな。今作からフェアリーが追加されました。いたずら心満載のエルフーン。相方とも言えるドレディアちゃんは、サタンのまんま。ひどいで。いえい、3000歳の王に負けても、子供には負けないぜ。君も僕のポケモンが欲しいのかい？とっさん、この作戦失敗だよ。逃げられてるし、別の方法考えようよ。ハンサムさんがポケモンを元気にしてくれました。ポケモンを元気にしてくれました。あや、次は男の人ですね。ママ、ええわ。俺はのんけだって構わないで食っちまう人間なんだぜ。どうやらこの空手王は、大人のお姉さんに、大事なボールを盗まれたようです。ほいほい、次はサウスサイドの路地裏ね。円錐切りする大人のお姉さん。一部の業界ではご褒美ですね、わかります。あの空手王は兄貴も骨抜きにされてるじゃないか。袋のミネズミ、こらったじゃないのか。ターゲットは若いお姉さんね。手加減無用、全力で行くぜ。やらないか。あかん、これじゃのんけになる。大村兄貴の絵もほんまうまそうやな。ブラックホワイトの頃は、絵の違いがわかりやすかったけど、最近は杉森兄貴も大村兄貴も、絵柄を寄せてるから判別しにくいね。有賀兄貴と海野兄貴もだけど。ああもう、公式への画集出してよ。カードや、杉森さんの画集も最高だったけど、ポケモン全体の設定画とか、欲しいんだよ。まあ、ゼルダも出たし、ポケモンもいつか、そんな本出してくれるよね。で、いつまで追いかけっこするつもりじゃ？底辺だ。は？向こう？向こうなんで？危ないからあっち行きなさい。ああ、話が通じない。所詮は猫か。こっちのセリフだよ。とっさん。
とっさん、顔が歪んでるじゃないか。かわいそうに。あ、お腹ですか。お大事に。状況を整理しますか。ポケモン強盗犯、全身タイツの名はエスプリ。中身は、最近バイトで忙しいマチエールの疑いあり。だがしかし、正気の彼女がポケモンを傷つけるとは思えない。考えられるのは、洗脳、エロ同人みたいに。とっさんからのお手紙ついた。チャンピオンったら読まずに捨てた。じゃあいつも通りエリアチェンジして、イベントを進めましょう。わあああ、マチエール、マチエール、ちょ、3D モデル作ってよ、何のためのホログラムだよ。ハンサムハウスで待ち合わせ？いいよ、行くよ、待っててね。たった今。あ、いらっしゃい。あ、お邪魔します。ハンサムさんなら病院だよ。拷問かね。もう行くの？働き者ですね。見習わな、なんだこのおっさん。ノックくらいしろよ、とはないけど。しかもバトルですか。羊の赤マロさんね。セバスチャンなら負けてた。相手はオーグル一体。速やかに焼き鳥にして差し上げろ。燃えたろ。なんと、このじいさん、元フレアガンらしいです。そう。主人の命令で僕に会いに来たらしく、十分な力があれば連れてこい、と。チャンピオンなのに信用ないですね。プンプ、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。ポケットモンスター Y、ゆっくり実況プレイ最後の部、始まるよ。前回、元フレア団幹部を倒し、謎の人物に呼び出されたところからの続きです。とっさんも何やら怪しい取引をしている様子。じっちゃんの名にかけて、真実はいつも一つ。さっさと事件解決といきましょう。待ち合わせ場所のグランドホテルに来ましたわ。ロイヤルスイートって言ってたな。多分5階。一番高いところでしょう。何号室かな？いくら RPG 主人公って言っても、個室にお邪魔するのドアすらないんかい。部屋間違えました。体が勝手に風呂場の中に。お姉さん。四天王のパキラさんに似ていますね。え、本人？まさかそんなまさか、四天王が悪役なんて。そのようなことがあろうはずがございません。うわぁ、本物だぁ。赤いサングラスはどういうことか、よくも騙してくれたな。というわけで、ボーポケスペもびっくり。公式で初の悪者四天王、パキラさん。とっさんの取引相手も彼女ですね。あ、ここ、シュールリッシュでは、1日1回、アルバイトができます。
ただ、このイベント中のみできません。ご注意を。怒りっぽい人だー。あ、はい。ほほう、エスプリの中身。やっぱりマチエールなのか。クセロ式？あの大先輩、まだ捕まってなかったんですね。ホムホム、同じ元フレア団メンバーでも、思想が違うみたいですね。こちらにも正義はあったのよ、今さら怪我されたくないわ。反省してない、はっきりわかんだね。情報を渡す代わりに、正体を口外しない取引を、ハンサムとしており、自らの保身のためにクセロ式を切り捨てる冷酷さ。おお、怖い怖い。ママ、赤スーツはどうでもいいんだよ。マチエールをちょちょいと助けて、トッツァンとの時間を作ってあげようね。死ぬかもしれないという覚悟と、生きるための準備をして。やってまいりました、フラダリカフェ。久しぶりですね。エレベーターで、一部の幹部しか知らない、隠しフロアへ移動します。一部の幹部しか知らないパスワードを知っている彼女は、組織の中でもそれなりの地位にいたようですね。実力から推測すると、フラダリさんに次ぐナンバー2の立場だったかもしれません。しかし、トッツァンは何者なんですかね。ただの探偵でないことは、火を見るより確定的に明らか。あ、パキラさん、さよなら。またリーグかシャトーでお会いしましょう。善悪はともかく、信念を貫くその姿勢は、悪役でも心惹かれますね。僕はフラダリさんも彼女も好きです。さて、それでは隠しフロア攻略といきましょう。時間がかかるので、戦闘の様子は右画面で。これはこれは、いつかのギャング君じゃないか。マチエールの紹介で、警備のアルバイトをしていたとのこと。せっかく心を入れ替えて働いてるのに、こんなところにいたら、あらぬ疑いをかけられるよ。他のメンバーもここで働いてるみたいですね。早く辞めさせなきゃ。研究所の中で砂嵐って、ぐっそ迷惑ですね。え、警備中に持ち場を離れたらいかんでしょ。バイト失格だよ、何のための警備だよ、侵入者を通してどうする、誰も入れるなって言われてるんでしょ、こんな組織じゃ物理的に君の首が危ないよ。もう、なんてこったい、他のバイトでもやっていけんのかこの子。何にせよ入ったもんは仕方ないしね、ガサ入れしましょ。
すべてのファイルに目を通したら、マルモルに話しかけましょう。なんで残念そうに言うんだよ。ケツにお仕置きすんぞ。仕事終わりのチャイムかわいいな。はいはい、またね。じゃあ。無視するな、なんでゲームの世界でも無視されなきゃいかんのだ。恐ろしい兵器を起動したくせに、随分と人情味あふれるセリフですね。あんなスーツ開発した時点で、おっさんの科学の力ってすげえから。ああ、マチエールと戦わなければいけないのか。僕が勝ったら何でもしてください、お願いします、何でもしますから。ぴっちりスーツ素晴らしい、中身がマチエールと思うとさらに素晴らしい。それはともかく、エスプリを止めますか。コナンの全身黒タイツみたいだな。もう一戦、手持ちは、路地裏で変身していた時に使用していたポケモンたちです。つまりは盗んだボールに入っていた子たちですね。解放しなきゃ。おかわり。これで最後かな？子猫ちゃん。ごめんね。どちらかと言われれば犬派なんだ。さすがに終わりでしょう。まだまだいけるぜ。ぬ。それはひょっとしてギャグで言っているのか。いやはや、それにしても本当に恋サブイベントですね。今回の動画では収録していませんが、6世代の見どころはもっとたくさんあります。1対5で戦う群れバトル、ポケパルレのミニゲームや、スパトレ、トレーナープロモ、画期的なミラクル交換の追加など、数えきれないほどの魅力がわんさか。ポケモン初めてって人も、途中で卒業した兄貴も、まだプレイしていない方は、ぜひぜひ遊んでみてくださいな。ところでエスプリちゃんみなぎってますね。何をそんなに力んどるんや。おいゴルルア、苦しんでるじゃねえか、乱暴はやめなされ。おうとっさん、結構元気じゃねえか。ちょっくら突撃して玉砕してこいや。オスお願いします。最後はクセロ式自身の手持ちですね。キャッパー、メガ進化の安売りじゃ。シャドウクローめっちゃかっこいい。最後の勝負だから等速にしたけど、喋ることがないぜ。あ、そうだ。次のせっかち動画のお話でも。うん、何も考えて。サンムーンの再装もありますが、いつになるやら、とりあえず、ウルトラサンムーン発売までに、もう一シリーズ、完走できたらいいなぁ、とは思います。ちょこっと浮気して、ガイデンシリーズでもしようかと思い、チャートを調べたりしていました。え、自分で考えろって？僕の頭じゃ時間の無駄です。無理無理無理。ポケダン RPA のチャートですが、通常プレイなら活躍する放電司様ではなく、エネコの往復ビンタや、ニャースの乱れ引っかきが主流みたいです。ピカの放電は、RPA だと覚えるのが遅いみたいですね。探検隊なら、パートナーにピカチュウを選ぶチャートがありました。私にいい考えがある。スーツを脱がすんだ。そしたらマチエールを解放できる。そう、これは紛れもなくマチエールのため、下心なんて1ミリもありません。クセロ式、何やってんだー。急にいい人ぶってんじゃないよ。最終兵器起動したのあんただからな。変えようのない事実だからね。赤いボタンを押したの誰って、記憶にございません。
大丈夫か。ま、まあ、君が無事なら僕はそれでいいよ。眠っているマチエール。ひらめいた。あ、それで、ボケダン RTA の話ですが、チャートが複雑すぎてきついっす。素人が手を出すべきじゃない。はっきりわかんだね。とっても人気の作品ですし、そのうちプロの兄貴が動画上げてくれるよ。多分ね。で、早々に諦めて、本編のチャートを調べた結果、ゴーカザルで走るダイパを、少しやりたくなりました。とは言ったものの、新王はすでに旅しましたし、もう少し間が空いてからにします。ふと、思い返してみると、ハンサムのとっつぁんが出る作品ばっか走ってきましたね。特に意味はないです。たまたまですね。この流れでいくと、次はブラックホワイトですかね。知らないよ。何にせよ、何も確約できません。そもそも嘘つきなんて、信用しないでください。そして、期待しないでください。この動画で最後になったら、すいません、許してください。何でもしますから。お話終わるの、まだ時間かかりそうですかね。今、おっさん同士に友情が芽生えた声がしたような。おっす、マチエール、とっさんはお出かけかい？ハロー、モコー、ポーマンダは初手竜舞ってマジ？淡々と話すマチエールに草。ブラックホワイトのアイリスもそうですが、漢字設定にしてもひらがなで話すのって、可愛いですよね。おっす、マチエール。10秒ぶり。素敵なニュース、とっつぁん帰ってきたのかな？事件も解決したし、あとはまったり仲良く。ダメみたいですね。ごめんごめん、今来たとこ。あ、そっか。うん、せやね。なんだって。ここさえ警察の立場を隠していたことすら、初プレイの時は忘れていました。いりません。動揺するマチエールがかわいそうで。悲しんでいる子にかける言葉すら、僕には浮かばない。おう、とっつぁん。他のシリーズなら、頼んでもいないのに居座るくせして、こんな時だけどっか行くのかよ。トバリシティのゲーセンで遊んでたの、マチエールにチクってやっからな。嫌だったら戻ってこいよ、バーカバーカ、素人警察。ふん、このまま逃してなるものか。
報酬の100万円、絞り取ってやるわ。びっくりした、急に入るんじゃないよ、着替え中ならどうすんだよ。慌てて見えたんなら、声かけてあげてよ。年中暇なんだからいつでも遊んでやるよ、でも今は忙しいんだよ。どうやらとっさんはミアレ美術館に向かったみたいですね。高速移動でレッツゴー。ここに来たってことは、落書きの後始末でしょうか。とりあえず3階に行ってみます。3階。おお、元通りになっていますね。どうやって？それだけか、もう、とっさんどこだよ。おい幼女、美術館で走っちゃいかん、危ないぞ。はいはい、面倒だな。よう、芸術家の姉ちゃん。赤の他人の心の機微を感じ取る天才。次はどこに行けばいいのかな？お。フラダリカフェね、OKOK？ 行きますよ。行きますよ。街の人混み、肩がぶつかって、一人ぼっち。お待たせ。エネココアしかなかったけど、いいかな？待たせたな。このイベントの後、二代目所長を務めることになったマチエールと、曜日によって話をしたり、エスプリとして勝負することができます。エスプリの立ち絵も少し変化しており、マチエールの顔が見えるようになっています。
こんにちは、ありがとう、さよなら、また会いましょう。ほんと美人だなこの子。またねって、嘘でもいいから言えばいいのにね。N もリーリエもさ。出会いが素晴らしいほど、その別れは寂しくなる。海に風が浅いたような必要なのと同じよ。
今までのご視聴、ありがとうございました。次回もよろしくおなしゃす。